ヘリトリゴケは地位類の一つ。岩の上に生える普通なカサブタ状地位の一つで、最も判別がしやすいものの一つでもある。日本最大の地位と認定されているのも、この種であり、それについても口述する。ヘリトリゴケポーピディアアルバオカレレシェンズは、ヘリトリゴケ科に属する地位類である。いわゆるカサブタ状地であり、その本体は岩の表面の模様にしか見えない。 岩に着生するもので、地位体はその表面に密着して広がり、厚みは感じられない。表面は滑らか、色は開白色で、外周の縁取りが黒っぽい。見かけの色からは、葉緑素の気配が感じられない。連続して広がり、理想的には円形の形になり、大きいものは1メートルを超えるものもある。こ器は円盤状の、いわゆるらしきで、歴で上がったという型である。 最初は、地位体表面の黒っぽいポッチのように形成され、次第にその直径を増し、最後には、計1ミリメートル程度の円盤状になる。この時、キの上面は灰色で、その周囲の円と側面は黒くなる。コキは、地位の表面に多数がばらまかれたように形成される。名前は縁取りゴケで、コキの周囲が縁取りしたように黒くなっていることによる。この特徴のために、 この種は非常に判別しやすい。同定に顕微鏡や化学成分の確認が必要なことが多い。地衣類の中にあって、さらにこの類には似た形のものも数多いが、この種だけは野外で同定できるとの定評がある。木陰の岩の上に生育している様子な滑らかな岩の表面に着生する。樹皮帳に出ることはない。日当たりの良いところに出ることが多いが、木陰にも見られる。 人為的な環境には出にくいが、それ以外については、非常に広範囲の環境に出現する。低山から山地帯にまで見られ、本州中部で最高は2500メートル以上の高山帯にまで見つかっている。また海岸では、校潮線の近くにまで見られることがあり、一般の海浜植物より海に近い位置にまで出る。なお、このように大きく環境が異なる場所では、地位としては、 同じ種であるが、異なる種の草類と共生していることも多いという。海岸のつぶての上に生育している様子日本のほとんど全土に分布し、最終記録は、北は北海道から南は西表島までにわたる。世界的には北半球に広く分布する。小座川の一枚岩和歌山県小座川町の小座川沿いにある一枚岩は、 その名の通りに巨大な岩面が大きく広がる名称として知られるが、この岩面に巨大なヘリトリゴケが生えているのが発見された。これは国内の地位類では最大のもので同時に最長名のものである。あるいは世界最大最長名かもしれないとも言われる。具体的に調査がなされたのは2001年のことである。それ以前から遠目に随分大きい地位類らしきものがある。 ということは一部で知られていたらしい。しかし何しろ巨大な絶壁であり、簡単には接近できなかった。この調査は、地主全員の承諾を確認の上で、小沢川町役場職員の立ち合いの下で行われたとのこと。断崖の上の森林から材料を下ろし、それぞれの地位体の輪の大きさを測定したところ、その計が1メートルを超える程度の大きさのものが12もあり、最大のものは、 重径 1567mm、OK。それぞれ不規則ながらも、ほぼ円形から楕円形の輪郭を持っていた。一般に、かさぶた上地位は特に不対称な環境でなければ、そのコロニーは一定速度で円形に広がっていくものと考えられる。つまりその径は年齢に比例することになる。梅本田の報告では、その成長速度を年間でメートルからートルの 間と判断して900から9000歳程度との推定値を出している。中村他では北、アメリカでのこの種の成長速度のデータを用いて1318歳という推定値を示している。このように大きなものが、しかも大きさの揃ったものが並んでいるというのは奇妙であるとの指摘もされている。同じくらいの大きさであるということは、それらが同じ時期に定着したことを示すから、 要するに、岩の表面が定着可能な状態になった時に一斉に定着したというのが一つの回答かもしれない。しかし、もしも途中に他のコロニーと接していれば、当然そこで成長が止まったり形が変になったりする。はずで、このようなものが見られるためには、それ以降の定着が多いと困る面がある。実際、そこにはより小さいコロニーがあまり見られないとのこと。 しかしこれらがここに定着した時には、それが可能であったのに、それ以降は、それが困難になった、というのはどう見ても変である。これらの疑問は、今後の検討を待つことになるだろう。中村ほか、P124、梅本ほか、P98、地位類学者はこの現象を現地妻というそうである。ちなみにこの値を信用して逆算すると、この地位がここに定着したのは、 六百683年ということになる。これは日本では、飛鳥時代にあたり、天武天皇が何話にせんとした年である。この章は、梅本他による。ありがとうございます。